ボーダフォン 902T は、東芝が開発した、ボーダフォン日本法人のボーダフォン 3G 及び、GSM 方式の携帯電話である。2005年3月10日に、ボーダフォンより、プレスリリース、2005年6月11日より、発売開始した。この端末は、ボーダフォン 3GX02 シリーズとして登場した端末であるが、同シリーズの他端末とは異なり、 遅れて2005年春にリリースされた端末となっている。そのため、この端末が発売される前の X-02 シリーズの端末での不評点の改善が一部に行われている。また、画面のポジションを自由に変更できるアクティブターンスタイルを採用している。ちなみに、同じく画面を回転できる X-02 シリーズの多端末とは異なり、メイン液晶を外側に出すと、 画面表示の上下が反転する仕様となっている。保証書によると、補修用性能部品の最低保有期間は、生産打ち切り後3年である。2008年11月に、有料無償を問わず修理の受付は終了した。ありがとうございます。